2023年12月29日、海上自衛隊第4護衛隊軍呉基地及び佐世保基地の公式 XQ ツイッターに、11月に1回目の空母化改修工事を終えたヘリコプター搭載護衛艦加賀 DDH-184 における、甲板散水装置の試験が実施された様子を撮影した画像が公開されたよ。洋上を航行している加賀の飛行甲板上に設置された多数のノズルから、大量の海水が吹き出して甲板を洗い流す様子が映されていて、甲板上には虹がかかっている綺麗な画像が話題を集めているな。うんうん。さて今回はそんな空母加賀での甲板散水装置試験を実施した様子を公開した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。まずはじめに、甲板散水装置とは、放射線生物化学物質などによる攻撃を受けて汚染された艦艇において、それらを除染するために甲板に多数設置されているノズルから海水を大量に吹き出させて汚染物質を洗い流す装置のことであり、海上自衛隊の護衛艦では1950年代に建造された綾波型護衛艦 DDK 以降のすべての護衛艦に搭載されているよ。また、民間の船舶においてもフェリーなどでは車両搭載甲板などに散水装置が設置されているが、これは火災が発生した際の消火用の装置であり、護衛艦における甲板散水装置とはその主たる目的が異なっているぜ。加賀は、23中規模に基づく平成24年度2012年度計画において白根型護衛艦の2番艦クラマの代替艦として計画され、19,500トン型ヘリコプター搭載護衛艦 24DDH 出雲型の2番艦として、ジャパンマリンユナイテッド横浜事業所磯子工場において2013年10月7日に寄港され、2015年8月27日に命名進水式が執り行われ、2016年8月5日に竣工して工事が開始され、2017年3月22日に呉基地を母港とする第4護衛隊軍第4護衛隊に編入されたんだ。空母化改修前の加賀は、前型の日向型と同様の全通飛行甲板を持ち、艦橋が右舷側に寄せられているアイランド方式が採用され、2本ある煙突も上部構造物と一体化されて右舷側に寄せて設置してあるな。この2本の煙突の間には、洋上で他艦に燃料を給油する必要が生じた際に使われる臨時燃料移送装置が備えられていて、艦橋後部には飛行甲板上のヘリコプターの発着艦渡るを管制する航空管制室が備えられており、5機のヘリコプターが同時に発着艦可能で、艦載機としては SH-60JK 哨戒ヘリコプター7機及び、MCH-101 輸送ヘリコプター2機など、最大で14機のヘリコプターが搭載可能だぜ。出雲型護衛艦は現時点での海上自衛隊で最大の護衛艦であり、基準排水量19,500トン満載排水量26,000トン全長 248.0メートル最大幅 38.0メートル水線幅 29.6メートル深さ 23.5メートル喫水 7.3メートルの艦隊は、太平洋戦争当時の旧日本海軍が運用していた正規空母双竜や飛竜を基準排水量や全長で上回っていて、同じく戦争当時のアメリカ海軍主力空母であったヨークタウン旧正規空母とほぼ同じで、現代世界で運用されている軍艦の中ではイタリア海軍の軽空母カブールやスペイン海軍の強襲揚陸艦兼軽空母フアンカルロス1世などが同じ規模となるね。主機関はゼネラルエレクトリック LM2500 ガスタービンエンジンを COGAG 方式として2機ずつ4機を両舷の2軸に配され、最大速力30ノットを発揮するみたい。飛行甲板の下の第2甲板には司令部区画や居住区画に医療区画などが設けられ、その下にある格納庫は日向型と比べて1層多い3層分が使用されており、底面は第5甲板で高さが十分に確保され、格納庫の下の第6甲板は応急甲板とされ、ここから下には火炎居住区食堂機械室発電機室などが設けられているんだって。飛行甲板と格納庫をつなぐエレベーターは日向型と同じ前後2機が配置されているが、日向型では前後どちらも飛行甲板上にあるインボード式であるのに対して、出雲型では後部エレベーターが右舷の艦橋後方にデッキサイド式として設置されているんだ。
これはイタリア海軍の軽空母カブールと同様の装備方式で、全部のインボード方式のエレベーターは長さ20メートル幅13メートル、後部のエレベーターが長さ15メートル幅14メートルで、それぞれ電動油圧制御方式によって作動したい荷重は30トンとされているぜ。デッキサイド式エレベーターは波浪の影響を受けやすいほか、岸壁に横付けする際の障害となる場合があるというデメリットがある一方で、エレベーターからはみ出す大型機でも搬送が可能というメリットもあり、出雲型でこのデッキサイド式のエレベーターが採用されたのには、将来的にヘリコプターより大型となる固定翼機の艦載運用を想定したためと見られているな。武装についてはヒューガ型が単艦でも相当の戦闘能力を保有しているのに比べると低く抑えられていて、多機能レーダーやソナーなども簡略化されており、護艦防御用の近接防空システムシウイスである高性能 20mm 機関砲が2機と、近接防空用艦対空ミサイルコンサムリム116シーラムシステム2機と、最低限の防空火器を搭載しているのみで、これは出雲型護衛艦では航空運用機能が増強されていて、艦隊中核のプラットフォームとして運用されることが想定されているためで、単艦で運用されることはなく、イージス護衛艦の混合型アタゴ型マヤ型や、秋月型など防空能力が高められた護衛艦を伴う艦隊として運用されることが大前提とされているからなんだ。出雲型護衛艦の空護化改修工事は出雲化がそれぞれ5年に一度実施されている定期検査を利用して実施されることになっていて、まず出雲の2020年度令和2年度の定期点検において、搭載される予定の垂直短距離離着陸機 F-35B ライトニング2戦闘機の発着艦を可能にするための甲板の耐熱強化や、電源設備の設置などの改修が行われたけど、F-35B を安全に運用するために必要とされる台形状の監視形状をアメリカ海軍の強襲揚陸艦のような四角形に変更する改修工事や、艦内区画の整備などは次回の定期検査が予定されている2024年度令和6年度末の改修工事で実施される予定になっているね。加賀については当初、2021年度令和3年度末からの定期検査時に一度に大規模な改修を行って、出雲より先に空母化改修を完了する予定となっていたんだが、空母としての艦内区画や搭乗員の待機区画の整備についてさらに検討が必要であることが判明したため、アメリカ軍の協力によって検証実験や試験を実施した上で実運用する際の人や物の動線を細かく検討することとなり、艦内区画の整備については2026年度令和8年度末からの定期検査に合わせて実施することになり、出雲と加賀の両艦が共に空母となるのは2027年以降となるぜ。出雲型護衛艦では、当初噂に上がっていたスキージャンプ台やカタパルトなどの発艦に必要な装置や、アレスティングワイヤーなどの着艦制動装置は搭載されないことから、F-35B は短距離滑走で発艦し、着艦はジェットエンジンノズルを真下に向けて垂直に着艦することになるね。2021年10月3日、先に飛行甲板の耐熱処理や発艦用のライン引きが実施された出雲において、アメリカ海兵隊が運用している F-35B2 機による発着艦試験が実施されたよ。その試験の様子を伝える動画が公開されていて、四国沖の太平洋を航行する出雲にアメリカ海兵隊岩国基地から飛来した2機の F-35B が、耐熱舗装が施されて周囲とは色が異なる飛行甲板上のヘリコプター発着艦用の第4、第5スポットに、垂直着艦を成功させた後、監視方向に移動して短距離発艦にも成功する様子が撮影されており、太平洋戦争後の日本の護衛艦において記念すべく初めての固定翼機の発着艦となったな。空母となった出雲型護衛艦で運用される F-35B は、2020年度令和2年度以降、毎年取得予算が計上されていて、航空自衛隊では最終的に42機を調達して宮崎県の航空自衛隊ニュータバル基地に配備することにしているけど、出雲と加賀の空母化改修と、F-35B のパイロットへの訓練などにまだ時間がかかることから、日本に太平洋戦争以来の空母艦隊が登場するのはまだ当分先のことになると見られているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、
チャンネル登録してね。防衛装備庁では2023年8月から、将来の電子戦において有効とされているスタンドオフ電子戦機の開発に着手しているよ。スタンドオフ電子戦機とは、スタンドオフレンジ妨害対象の脅威の対処可能圏外から強力な電波を発信することによって、敵のあらゆる電波を妨害し、レーダー施設などを無力化することによって自衛隊の航空作戦の遂行を支援する航空機のことで、現在の航空自衛隊においては、電子戦訓練用として中型輸送機 EC-1 や、ターボプロップの YS-11EA といった輸送機をベースにした電子戦機を保有し運用しているぜ。今回はそんなスタンドオフ電子戦機について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、これらの電子戦機の機体には突き出したコブのようなアンテナフェアリングが複数装着されていて、EC-1 の場合は機首にも装着されているため、カモノハシのくちばしのような異様な外観が特徴となっているね。現時点ではこれらの訓練用電子戦機は埼玉県にある入間基地を拠点として運用されているんだけど、その任務の性格上秘匿性が極めて高く、装備や任務については一切公表されていないんだ。そもそも電子戦機エレクトロニックウォーフェアエアクラフトとは、電子戦を重視して設計装備された航空機のことを指し、その開発には高度な電子情報技術の集積が必要となるため先進国の一部しか保有していないぜ。それらの国の中でもアメリカがその開発と配備において頭が飛び抜けて充実しているのであるが、その理由として考えられるのは、軍事用電子機器の大半が、アメリカ製であることが挙げられていて、自国の軍事的優位を維持するためとされているってわけだ。現在の電子戦は、電子攻撃 EAACM、電子防護 EPECCM、電子戦支援 ESESM の3領域に分けられているが、これらの3領域のうち、電子防護についてはレーダー基地などにおけるソフトウェア的な対策が主となっているよ。そのため、ハードウェアとしての電子戦機は電子攻撃ないし電子戦支援を目的として装備されることが多く、電子攻撃を重視する機体については、電子対抗手段 ECM を主とする電子妨害機と、対電波放射源兵器 ARW を主とする SEAD サプレッションオブエネミーエアーデフェンス的防空網制圧機が存在するんだ。その一方で、電子戦支援を重視する機体については電子偵察機と通称されるが、作戦指揮官のための電子戦支援だけでなく、情報活動の分野に属する SIGINT、シグナルズインテリジェンス通信電磁波信号など、主として傍受を利用した情報活動にも用いられているぜ。その他、味方のレーダーへ意図的に妨害をかけて訓練時の電子戦環境を演出する電子戦訓練機も存在していて、自衛隊が運用しているのはこれらの機体と見られているな。また、電子戦機の大半は航空自衛隊と同様に輸送機などの大型機を改造したものがほとんどであるが、戦闘機の行動に随伴できる電子戦機エスコートジャマーもあって、アメリカでは F-16 ファイティングファルコンをベースとした、F-16CJ や、FA-18 スーパーホーネットをベースに開発された EA-18G グラウラーなどを保有しているほか、ロシアもスホイ 24MP、スホイ 30MK、スホイ 34 などを保有しているらしい。2022年2月24日から始まったロシアによるウクライナ侵略戦争においても対ドローン対策などにおいて電子戦の重要性が伝わっている中、近年においては電子戦が重視されていることから専任の電子戦機以外の航空機にも、必要最小限の電子戦用機器が搭載されていることが多いんだ。特に敵の弾道ミサイル発射などを早期に察知する早期警戒管制機 AWACS などは、強力な電子戦能力を備えているとされ、その他にも対戦哨戒機なども電子戦支援が重要視されているね。それ以外の戦闘機などにも、自衛用の ES 装備であるレーダー警報受信機 RWR は概ね搭載されており、ミサイル攻撃から自衛するための ECM 装備である電波妨害装置などにおいても、内蔵型や外装型など様々な機種が開発されて運用されているぜ。今回防衛省が計画しているのは航空自衛隊で現有している C2 輸送機をベースとした電子戦機で、
そのための開発費として2023年度予算において83億円が計上されたよ。そのイメージ図が公表されているんだけど、それを見ると機種に大きなアンテナフェアリングが取り付けられていて、EC-1 と同じようなカモノハシのくちばしを持つ航空機で、この C2 輸送機改良型の電子戦機に搭載される各種装置は、すでに2020年から開発が始まっていて、今後はそれらの実装試験が進むものと見られているね。防衛省ではこの C2 輸送機改良型のスタンドオフ電子戦機を4機調達する予定で、岐阜県各務原市にある航空自衛隊岐阜基地に配備するとしていて、同基地にこれら4機を運用するための専門飛行隊を編成するものと見られているんだ。スタンドオフ電子戦機の母体となる C2 輸送機は、防衛省技術研究本部現在の防衛装備庁と川崎重工業が、それまでの C1 輸送機の後継機種として開発を進めた機体で、2016年6月から運用が開始されていて、現在まで24機他に試作機2機が配備され22機の製造が予定されているよ。その初舷は乗員3名操縦士2名ロードマスター空中輸送員1名で、その他に補助席に2から5名と貨物室210名を搭乗させることができるぜ。全長 43.9 メートル全高 14.2 メートル横幅 44.4 メートル横面積240で、貨物室の大きさは縦 15.65 メートル×幅4メートル×高さ4メートルランプ長 5.5 メートルとされ、主翼は機体上部に装着された後翼機だな。空挙重量69トン有効搭載量32トン 2.5G、36トン 2.25G 基本離陸重量120トン最大離陸重量141トンの搭載能力があり、GE アビエーション CF680C2KHF ターボファンエンジン2機によって、最大速度マッハ 0.82 巡航速度マッハ 0.81 航続距離 9800km 積載0トン、7600km 20トン、5700km 30トン、5300km 32トン、4500km 36トン実用上昇限度 13100m、着陸滑走距離 2300m 最大離陸重量時最短離陸滑走距離 500m の性能を持っているらしい。すでに入間基地に配備されている C2 輸送機の試作2号機を改造した電波情報収集型 RC2 については、現在運用されている4機の IS11EB 電子測定 ELINT 機の後継機種として開発が進められているもので、これらには防衛装備庁が開発している将来電子測定機搭載システム ALRX が採用されることになるってわけだ。スタンドオフ電子戦機については、事業として達成すべき次の3つの目標、データリンク妨害技術の確立、マルチ電子戦プラットフォーム技術の確立開発コストの低減が挙げられているよ。これまでに先行させていた技術研究関連事業として戦術データリンク妨害用送受信技術の研究、戦闘機搭載型電子妨害装置、JAL95ECM 装置、磁気機上電波測定装置などがあり、これらの成果が活用されるものとみられているね。これら電子戦機については、国際的に見ても一般に極めて取得度の高い装備品であり、防衛省が目指している性能を満たすことができる海外の先端的同等装備品が導入できるかどうかについては極めて困難であるとされており、それと同時に電磁波領域は近年の戦闘において、戦略戦術面で重要視されていることもあり、防衛省では自前による開発を実施することが決定されたみたい。ただ、3つの目標のうちの開発コストの低減については、その対策として2014年にこれまでの武器輸出三原則から防衛装備移転三原則へ移行したことによって諸外国への売り込みが図られていて、川崎重工業では2016年に C2 の輸出を目指すプロジェクトとして営業や設計に精通するエンジニアら約20人で構成される大型機輸出プロジェクトチームを立ち上げて、諸外国政府の需要調査を進めており、アラブ首長国連邦 UAE や西側諸国ではニュージーランドなど、複数の国が関心を示しているものの、その価格の高さから輸出は難しいというぜ。政府は UAE を重要な輸出国と見て、同国空軍の要人を招いて試乗させるなどのほか、
その UAE は2023年1月、韓国に対して総額300億ドル日本円で約4兆5000億円にも及ぶ投資を行うと発表し、その中に韓国の次世代輸送機 MCX 開発計画が含まれていることが明らかになっているな。このことで UAE が調達コストの高い C2 輸送機の導入を諦め、韓国と MCX を共同開発することでコストを下げようとしているのではないかとの見方が広がっているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。救難飛行艇 US-2 の製造企業として日本ではよく知られているのが新名和工業社だが、同社がイギリスの航空関連のベンチャー企業であるアエラリス社とが2023年3月15日に業務上の提携を結ぶことが判明し、大きな注目を集めているよ。すでにこの公表が行われた同月内に日本の新名和工業社とイギリスのアエラリス社とは、今回の提携に基づく動きを開始する予定とされており、航空機の設計から製造に至る一連の流れで協力を図ることとなる見込みだな。今回は日本の新名和工業がイギリスのアエラリス社と提携を結ぶ件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、概要としては今後の航空機開発に必須と考えられているデジタル手法を取り入れたエンジニアリング、そしてその過程をマネジメントしていくやり方を共に構築していくというのが今回の提携の内容のようだね。イギリスのアエラリス社は、アエラリス高等ジェット練習機と呼ばれている航空機を手掛けている企業であり、同機は2015年にダートという呼称で世に送り出されたモジュール方式を取り入れた機体となっているよ。アエラリス高等ジェット練習機は、基本操縦の練習用機体、基本ジェット機の練習用の機体、高等ジェット機の訓練用の機体から、デモ用の機体、軽戦闘機、無人航空機等まで、パーツの組み替えで対応することが可能なんだ。こうした複数の用途への対応をアエラリス高等ジェット練習機は、機関部主翼尾翼等の構成パーツを変更することで実施できるモジュラー方式を採用しており、航空業界では非常に高い関心を集めているぜ。アエラリス高等ジェット練習機はモジュラー化されたパーツ以外では、基本のアビオニクス、制御システム、中核の胴体部などのおよそ 85% を共通化しており、非常に先進的な設計だと評価されているな。こうしたモジュール方式と中心となるパーツの共通化を行うことで、アエラリス高等ジェット練習機は使用者の用途に応じた高い汎用性とその運用コストの低減が図れると目されており、画期的な機体とみなされているってわけだ。そのためイギリス空軍は傘下のラピッドケイパビリティーズオフィスを通してアエラリス社に出資を行っており、2021年2月には3年の開発契約も締結し、アエラリス高等ジェット練習機のさらなる進化を後押ししているよ。これに応える形で2021年9月にアエラリス社は、アエラリス高等ジェット練習機を無人航空機化した中で、さらに戦闘機型や空中給油機型などの多様な形態への横展開を発表し、その拡張性の大きさを世に示したんだ。こうしたアエラリス社の推進しているアエラリス高等ジェット練習機の開発の方向性は関連企業において非常に高い評価を獲得しており、イギリスを代表するロールスロイス社も同年同月に航空用の機関部の供給契約を結んでいるね。アエラリス社への投資はこれらロールスロイス社などの同じイギリス国内の企業に止まらず、中東の産油国カタールのバルザンホールディングス社も名を連ねており、1050万ポンド約17億円弱の出資を得ているぜ。これもあってかアエラリス社は2022年3月にカタールで行われた展示会で、アエラリス高等ジェット練習機の実物大模型2機を送り込んで展示しており、バルザンホールディングス社はもとより同国のシャイフ・タミーム・ビン・ハマド・アール・サーニー首長も姿を見せたらしい。アエラリス社の将来性には軍需航空企業の大手も期待しているため、本国の BAE システムズ社、さらにはアメリカのボーイング社も出資を行っている状態であり、世界のジェット練習機市場に新たな潮流を巻き起こす可能性が高いってわけだな。2023年時点では、世界のジェット練習機市場では韓国製の T50 が大きなシェアを築き、
その軽戦闘機版である FA50 とともにアメリカ製の F16 ファイティングファルコンの介護艦として一定の評価を得られていたよね。今後はアエラリス社のアエラリス高等ジェット練習機が、そうした市場に食い込んでくるものと思われ、同機はさらに無人航空機としての拡張性も備えるため、西側諸国を中心に大きなシェアを獲得するのではないだろうかとされているよ。今回は日本の新名は公用車とイギリスのアエラリス社との提携という話題であったが、日本とイギリスといえばそこにイタリアを加えた3カ国で GCAP グローバルコンバットエアープログラムを行うことが2022年12月9日に正式発表されているね。この GCAP グローバルコンバットエアープログラムでも、数年前までであればこうした動きとなることを予期した関係者は少なく、従来通りのアメリカとの共同開発の線が濃厚であると大多数が考えていただろうな。日本が太平洋戦争後にアメリカ以外の国と兵器の共同開発を行うこと自体が初の取り組みであるため、GCAP グローバルコンバットエアープログラムにおける次期戦闘機の開発にも大きな注目が集まっていることは言うまでもないぜ。ただし日本の次期戦闘機開発に関して、今後のこうした戦闘機開発プロジェクトで必須となる随伴する無人航空機の開発においては、やはりアメリカのロッキード・マーチン社が関わることが確実視されており、今後はまたクローズアップされるだろう。一方のイギリスにおいては GCAP グローバルコンバットエアープログラムにおける次期戦闘機は、BAE システムズ社が統括するが、前述のように同社はアエラリス社への出資もすでに実施していることから、随伴する無人航空機にもその関与が見込まれるよ。さて日本の新名は公用はといえば、海上自衛隊が採用している大型の救難飛行艇 US-2 の製造元企業として都によく知られていると思うが、同社は太平洋戦争の敗戦までは川西財閥の傘下の川西航空機として軍用の航空機を手掛けていたんだ。その当時の川西航空機は日本海軍に対して、極地戦闘機として高名な市電及び市電海を製造しており、同機は太平洋戦争の戦局が日本に不利になっていく中で、日本の本土爆撃に飛来するアメリカ軍機に対抗する貴重な機体となったってわけ。ただし川西航空機といえば、今の救難飛行艇 US-2 の源流ともなった通称二式大艇。正式名称は二式飛行艇を抜きに語ることはできず、1941年から1944年までに総数167機が製造された同機は、レシプロエンジンの飛行艇として世界一とも称されているぜ。機体が大型であるにもかかわらず、4機のレシプロエンジンを搭載し速度面に優れ、かつ 20mm の旋回式機銃5門を固定武装に備えていた二式飛行艇は、1942年3月には2機でハワイへの空爆を行う計作戦にも使用されたな。この計作戦では二式飛行艇は大きな戦果を上げることはできなかったが、その航続性能を活かして実施された作戦となり、アメリカをはじめとする連合国側の兵士たちからは、フォーミダブルを呼ばれ恐れられたという逸話が語り継がれているらしい。その逸話を象徴するかのように二式飛行艇は1943年11月には、アメリカ軍の戦闘機 P-38 ライトニング3機と空中戦を行えない1機を撃墜、また後には同軍の大型爆撃機の B-17 や B-25 を撃墜した武勇伝も記録されているよ。こうした数々の逸話を残した二式飛行艇だけど、そこで培われたノウハウや技術が、今の救難飛行艇 US-2 へと脈々と受け継がれており、同機は2007年から海上自衛隊での運用が行われているけど、いかんせん生産数はこれまでで8機と少数に止まるんだ。救難飛行艇 US-2 は海上自衛隊に採用されているのみであり、そうした限定ゆえに生産数が少ないことから1機あたりの取得コストもおよそ100億円と高額であり、2011年以降は海外への輸出にも力を入れているが現時点で確定した取引はないな。一時期は救難飛行艇 US-2 は輸出先としてインドに輸出ライセンス生産の総数15機という取引が盛んに取り沙汰されたこともあったけど、やはりコストが高いことが最大のネックとなったようで、その後の進展も聞かれなくなっているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。